はいどうも、ふなさんです。今日ね、なんかニュースで飛んできましたけれども、紙幣のデザインと500円硬貨のデザインが変わるとね。なんかどうも20年ぶりのね変更らしく、福沢諭吉さんに代わるデザインとして渋沢栄一さんがね採用されるみたいなんですね。はい。で、まあ、僕自身渋沢栄一さんにはものすごくこう影響されてまして、読んできた本の中でも一番影響力があったのがその渋沢栄一さんのその論語とそろばんという本でしてね、まあこれなんですけど、これね、これにねすごいこう影響されたんですね。でこれの中身っていうのが、まあ本当に平たく言うとですね、こうお金儲けばっかりに走ってしまうとこう道徳心がこう失われてしまって、社会的にもね、役に立たない状態になってしまうと。なので利益のことばっかり考えるんじゃなくて、そこにこう道徳心モラルっていうものも、忘れちゃいかんよっていう内容なんです。僕自身もね、なんかお金って何やろうとか、その社会貢献ってどういうことなんやろうとか、やっぱりこう利益を追求していくとですね、やっぱりどうしてもこうね、モラルっていうところとやっぱりちょっとこう離れてしまうわけじゃないですか。なんでこれを追求していって、こうね、まあ売上、それからまあ利益のことばっかりを考えていくとですね、どうもこうバランスが取れなくなって、どうしたらいいんかなと思った時にこういろいろね本を漁っている中でですね、まあ、この、本に出会って、まあ、それでねものすごくこう、バランスが取れたというか、こう言葉にできなかったんですけれども、まあ、それがね、ものの見事に表現されてたのがこの本だったんで、すごく影響されてですね、今でもこうカバンにずっと忍ばしている一冊でですね、まあ、自分のバイブルと言っても過言じゃないかなと思うんですが、このね渋沢栄一さんをこう採用すると、1万円札にね福沢諭吉さんから渋沢栄一さんに変えるということなんですけれども、これね僕聞いた瞬間にものすごく違和感があったわけですよ。というのはこのね、まあその政府が渋沢栄一さんが一番いいんじゃないのか、一番こう適任じゃないかということでおそらく選んでるんでしょうね。でまあこの渋沢栄一さんという方は、まあ、経営者のこう父と呼ばれている方で、こう日本の中でね、でまあ本当にね数々のこう日本の企業を構築してきた方なんですね。もう500社を超えるんじゃないですかね、こう携わってきた企業の数は。銀行なんかもねこの人が立ち上げたと言っても過言じゃないような人なので、本当に今の社会ができたね、もう本当に最初の礎を築いた人が、まあ、渋沢栄一さんとよく言われるんですけれども、まあそんなね、まあ偉大な人なんですけれども、偉大だからというだけの理由じゃないと思うんですよね。はい。やっぱり思想とか与えた影響で、これから国民の人にどういうことを伝えていくべきか、まあそれに対してこう見合った人なのかっていうこととかも先行されてると思うんですけれども、その政府がもしそこにメッセージを込めるとするならば、その渋沢栄一さんがもう生涯ずっと言ってたその論語とそろばんですよね、モラルとその経済活動っていうのをこう並行してしっかりと意識しながらやりなさいと、まあ道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言であるという言葉があるんですけれども、まあどっちかだけじゃあかんと。そのモラルばっかりを大切にすると、それはただの寝言になるけれども、まあ経済活動ばっかりね、利益のことばっかり追求するとそれは犯罪につながりますよ。このバランスが大切ですよという、こういうことをね、言いたいわけですよ。じゃあ今の政府並びにね、まあ財界、ね、数々の経営者、ね、大企業などもそうですけれども、ね、
行っていることっていうのはこの渋沢栄一さんが残したこの言葉と相反してるんじゃないのかなと思ってるわけです。だから渋沢栄一さんのその本なり考え方というのはすごく腑に落ちるわけですね。腹に落ちるんですよ。でも今のんじゃ経済を見るとものすごくもどかしいし歯がゆいし苛立つしなんですよ。じゃあここにはこうリンクしてるものがないなと、もう相反してるなという印象があるからこそその論語とそろばんという考え方と今の経済ね社会には全く相関してないなと思うわけですよね。でもそんな反対側の考え方ね、全く逆ですよね今やってること。そういう考え方を持ってる人をね採用したと、なんかどういうつもりなんかなちょっとね理解ができないんですよ。はい、要するに渋沢栄一さんの考え方からするとそのね名目などの GDP がずーっとね成長していると、まあ20年30年前からしたらもう、倍だ 1.5 倍だ2倍だってなってる状態で今の企業利益が出てる、これは僕いいと思うんですけれども、 GDP も全然もう横ばいのまんまにもかかわらず企業利益言ってしまうと内部留保ですよね、内部留保の金額過去最大でもうものすごく膨れ上がってるわけですよね。これまさにモラルを逸した利益至上主義じゃないですか。じゃあ企業以外の部分ね、一般国民はそれによって豊かに暮らせているのかというと実質賃金はどんどん低下していますから豊かになってないんですよね。困窮していってるわけですよ。健全な形は物価の上昇以上に賃金の上昇追い越すっていうことですね。これが健全なんですけれども、今物価上昇はしてますけれども賃金は停滞してます。はい、でその物価上昇をしている要因というのは、海外とのそのレートの違いであったりですとか、まあ、経済成長の違いであったりですとかということなんですね。だから決していい状態じゃないんですこの値上がりはむしろ疲弊していってます今ね国民は。で企業はアホみたいに儲けている、で政府は、まあ、実体経済の方をね、全くこういい方向に向かわせる政策をしない、で、財政均衡路線を突き詰めていくばっかりですよ。いやこれねどういう神経してるんかなと、もう本当に渋沢栄一さんの言っていることを全くもって実際遂行してないその政府と、経済界がよくもまあねこれ渋沢栄一さんがもしですよこれ生きてるとしたら、いやバカもんと、これ本当叱責するような内容ですよね今のこの経済って。なのでもう僕はこれはね本当にその渋沢栄一さんを軽んじてこういうふうに採用するというのは今許しがたいですし、いやならね渋沢栄一さんの考え方を尊重するというその経済活動でありその財政か政策をしていただきたいわけですよ。そういうこうね意図があるならわかりますけれども、まあそういったね、ことも聞かれない、中ですね、渋沢栄一さんをこう選んだというのが、まあこれねその印象操作を勘ぐってしまうほどの僕はこれ人選だったんじゃないのかと思います。もうあたかも渋沢栄一さんの考え通り私たちはやってきた結果とかね、まあ、こういったことをねもしも述べられた時にはやっぱりねふざけるな真逆をしてきてるじゃないかって。でも
ね、情報をね、あまりこうね上手にね拾えない人たちっていうのは、あ、そうかと、渋沢さんのような考え方でやってきたんだと、あ、これは安心だと思う人もたくさん出てくるわけですよ。だからね、そういうメッセージも込められてるんじゃないのかとかね、変に勘ぐってしまいます。まあね、憶測で話すのはあんまり好きじゃないんでねこれ以上言わないですけど、でも渋沢栄一さんを選んだ、ね、政府なんで、まあ、こっからね、本当に渋沢栄一さんが言っていた、モラルと経済をしっかりとね融合させた財政政策を本当にしていただきたいなと、次の令和という時代は期待したいなと思います。ということで、今回はね、1万円札のデザインが変わりますよということに対して、まあ僕なりのね見解というか考えを述べさせていただきました。ということで、まあこの話がね、面白いなとか、ためになったと思っていただけたならチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で失礼します。